はいどうも、なおちんです。さあ今日はマインクラフトダンジョンズの新しい記事が出ていたので見ていきましょう。マインクラフトダンジョンズ、未知なる深海に水しぶきを上げて飛び込もう。まあ夏らしいタイトルになってるね。新しくダウンロードコンテンツが来るっていうことです。新しいマインクラフトダンジョンズ未知なる深海ダウンロードコンテンツで次なる冒険に飛び込もう。支配のオーブの破片は不気味な海流によって暗い海の底にまで流され、眠っていた生き物たちを呼び起こしました。海を邪悪な力から解放できるのはあなたしかいません。海中の失われた宝の周りには沈んで溺れた敵の大群が潜んでいるので、水圧にも気を配りつつ警戒を怠ってはいけません。美しい海は時に危険から気を紛らわせてくれますが、新しい武器や防具、アーティファクトを入手しながら泳いでいるかのように進みましょう。ダウンロードコンテンツの機能、水中を舞台にした新しい3つのミッション、多様な新しいモブと敵対モブ、新しい武器、装備、アーティファクト、新しい2つのスキンとペットのベビータートル、新しい敵に挑み水中でも勇敢に戦えることを証明しましょう。このダウンロードコンテンツの概要を見たところ、新しいミッションが増えて敵も増えます、で武器、防具、アーティファクトが増えちゃいますよと、まあ、それぐらいかな。前回のネザーアップデートの時のような、まあ、古代狩りとか黄金装備とか、そういうねちょっと画期的な、もうガラッと変わるようなダウンロードコンテンツではなさそうだけども、まあ新しくね武器、防具、アーティファクト、これが出てくるだけで全然面白さが変わってくるので楽しみだね。いつになるんだろうね。そして今ある既存の武器、防具、アーティファクト、これのね、まあ、仕様変更とかそういうのもやってもらえれば嬉しいかな。ちょっと惜しいやつとかあるんだよね。これもうちょっとこうだったら全然使えていけるんだけどなっていうのがあるんで、そこをちょっとね調整を入れてもらうと嬉しいですね。そして写真を見ていきましょう。こんな感じか。まあ見た感じで新しくイルカ、そしてタコ、この辺はまあ敵対しないモブになるんじゃない。あの山猫とか牛とかあの辺の感じでタコとイルカが追加されるのかな。でガーディアンがおそらくボスだろうね。まあ今回のアップデートでいうガスト、それがガーディアンなんじゃない。でまあ巨大なねボスみたいなのがネザーアップデートでは来なかったんで、ちょっとあの巨大なね風の吹きすさぶ山のてっぺんにいるボスみたいな、ああいうやつが来てほしいかな。ネザーではなかったんでここでは出てほしいと思います。で持ってる武器なんだろう、これ剣だよね。まあ一見ツルハシのように見えるけども、まあ怒りの形をした武器、片手剣みたいな感じか。で後ろにいるやつはなんかサンゴの剣みたいなの持ってるよね。サンゴの剣、これはついて攻撃するやつなのかな。いや違うか、だって後ろにトライデント持ってるやついるもんね。このトライデントがついて攻撃する、いや待て待て待て、トライデント、これ忠誠心とかついてなんか投げて攻撃するとかあるかもしれないよね。まあなんかそういうのもありそう。で防具が亀だな。このなんかこれシュールな感じ、頭に亀を乗っけてるお坊ちゃまくんみたいな感じになってるね。で左側がなんだろうね、これ海のゾンビみたいなそういう装備をしてるけども、いやー楽しみだね、どんな武器出るんだろう。で後ろでトライデントの横で泳いでるやつ、こいつもね右手になんか持ってるのよ。なんか持ってるんだけども、よく見えないな。銃みたいなやつなのかな、いやわかんない。まあ海の中だから結構移動とかは制限されそうなので、
まあそれを補うスキルっていうのも防具にはつくんじゃないの。うん、あ、いや、トライデントちょっと楽しみだな。忠誠心とか出たら面白そう。はい、ということで今日は新しく出ましたマインクラフトダンジョンズの情報、未知なる深海、これを見ていきました。まあ海っていうことなんで、夏？いや、これ発表されてダンジョンズ意外と早いもんね。意外と早く来るんで6月ぐらいには来るんじゃないですか。うん、まあまあアップデの3日前ぐらいになると発表があると思うので、まあそれまではね、いい武器防具まだまだ入手していきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。